まあ、学校の先生に親子で呼ばれたんですよね、ある時。ただ、なんで、俺もなんで呼ばれて、悪いことやってないのになと思って呼ばれたら、学校の担任の先生かなんかが、部活動になんで入らないんですかと、おふくろとが言われてて、いや、今、リトルリーグってやってたら入れないんだっつって、いや、みんな入ってんですと。で、部活はやっぱり毎日やってるから、入ったらどうだっていう。こっちもこっちで毎日練習してるし、リトルは日曜日しかないんですけど、だからその先生が、その部活やってない子は特殊学級のこと大久保くんだけですよって言った言い方したんです。ただ黒の先生に切れて、特殊学級の何が悪いんだって、先生はそんな目で生徒見てんのかって、帰るぞ広本なんつって、で帰って結局部活僕入らなくて、リトル終わってからもだんだん体調も悪くなっちゃって、子供なのに 高血圧とかなって、プレーンかなんか騙されて、なんかあんま体調悪いから病院行って、今もここ傷なんだけど、なんかもう腫瘍もできて、結局そのリンパが腫れてできたみたいなんですけど、その頃小児がんが流行って、ドラマでがんだったと思って、それでまあおくろと病院行ってここ取られたりしたんですけど、でもその時にジャイアンツに行ってたその豊田さんと同級生の豊田さん西鉄、はいはい、水戸省から桜井さんって人が下宿をやってて野球を教えてくれるっていうんで、その角倉さんのところに通い出したんです。大洗、ね、南中前から行けたんですね、そのままその水戸の角倉さんっていうのすぐ近所、はいはい、1時間ぐらいかかるんですけど、で通ってたんだけど もう住み込ませてもらって、下宿だから住み込ませてもらって野球を教わりたくなって、で転校したんです、うん、でまあ毎日その学校終わったら部活、その時は部活入って、水戸にシニアもあんまあったんですけど、あんまりこうそんななんかいい評判じゃなかったんですよね。だから水戸五中ってとこのシニアに、あの中学の野球入って、じゃあその後さ水戸小行くじゃん、はい、それはその流れっていうか、そうなんです、そういうのが、だからね、加倉井さんも水戸小だから、でそこの加倉井さんの次男坊さんも水戸小なんですよ。で僕どう考えても、あ、それでその僕の大洗町に石井藤吉郎さんがいるわけです、はいはいはい、水戸商バス台って、はい、もうなんかさ、なんとなくこう固まってるような、多分別に選んでるわけじゃないんだけど、はい、なんか水戸商って、ね、で水戸商って頭いいんですよ、そこそこ500点満点中330ぐらい取るような話が、僕の記憶では200点取った覚えないんですよ、テストでとか、なんで受けるんだろう。だけどその野球やりたかったんで、私立は宇都宮学園を受けてたんですよ、はいはいはい、ちょうどその荒木さんの時代に右学が出て、あったね、はい、ちっちゃいセカンドかなんかがの人がいて、まあまあ勝ったんですよ。右学ってさ、掃除となんか姉妹校かなんか、そうなんすか、どういう関係なのかわかんないんだけど、ああ、で右学のあれなんで行ったんだっけな、なんか球場のこけら落としか学校のなんか行事かなんか忘れたんだけど、はい、なんか姉妹校なんで、なんか今日は行ってみたいな感じ。右学に行ったんすか。右学に行ったか、なんかあれなんかの大会で応援に来てもらったのかな、なんかわかんないんだけど、そんなのちらっと聞いて、まあでもなんか縁があるんだねみたいな、そう、右学はそう、それがだから多分荒木さんの年代のを見てたんです、僕、甲子園を中学生の時に、あのユニフォームね、ちょっと優雅ね、そうそうそう、でそこだけ受けてたら、まあ高校の、あ、中学の先生が他県で分かんないから、落ちた時のように県内の、うん、私立向けててくれって言うんですけど、僕もうどっちも落ちたらもう高校行く気なかったんですよ。でおふくろも、母ちゃん俺高校行きたくないんだけどってなった時あるんですよ、言ったら偉いっていう人だったんですよ、義務教育が終わりだからお前は偉いって褒めてくれて、本当にそう思ったらしいんですよ。で、まあ、ちょっと不良になった時もあるんで、そっちの道にもこうスカウトがあったんですよ、そっちもスカウトされて、そっちもスカウト、ああ僕もそれになったらいいかなんで、そう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 バイクのとこじゃなくてね、なんかバーンとか、まあそしたらそこのその違う世界の、まあ、監督と言われる親分っていう監督と言われる人が、広本ってその世界は高校ででもなれんだから、高校行ってこいってわけですよ、うん、なるほどね、いや俺高校行って、落ちたらお願いしますって就職、落ちたら考えるから、いや受けてこいって言うんで受けたら、どっちも勝っちゃった。水戸省はね、俺裏口ってのはないんでしょうけど、その内申書というちょっとよく分かんない入り方したのか、点数は絶対取れてないですけど、母ちゃん俺なんでっつったら、
あの合格発表の前の日に県立校なのに、ひろもと、まあ、受かってかんのっつうわけですよ、うん、だいぶあのバサッてこうやった時見るわけですよね、みんな合格発表見に行く次第ですよ、ひろもと喜んだふりしろって、じゃあ母ちゃん言わなきゃいけなかったって言ってや、喜べめってそうだよな、ああそれ言っちゃダメだよな、ほんで、まあ、5、6年前かな、もうちょっと前から、母ちゃんって俺裏口だったのって言ったら、ひろもとって、それはな、墓場まで持ってくって言うから、じゃあ裏口だってだから金払ったわけじゃないっていうから、なんかまあそういう内心書でいけたんじゃないですか、まあ、絶対に300点なんか取れないですもん。でも、ということはさ、よくさ、ここの学校に行ってっていうような、まあ、野球少年もいるじゃん、だからユニフォームに憧れて、まあ俺らもそうだけど、そうですね、あのユニフォームとか、うちのうちだったら兄貴のね、ユニフォーム姿を見てかっこいいとかっていうのあるじゃない、なるほど、早稲田のね、うん、それとかさ、ちょっと前で金村さんもさ、もう報徳もう命だから、かっこいいですもんね、報徳学園、そうそう、だからそういうのとはまたちょっと違うんだね。そうですね、だから全然違くて、だから違う会社の方が可能性はあったんですよ違う会社の方が、ね、あ、違う会社の方が全然、まあ、そっち行くもんだと思ってたんで、うん、学校も行かなくなっちゃってたんですよ、中学も、うん、もうこうやって、そういうので、まあ高校も入ったんですけど、まあよくあるいじめですか、先輩の、うん、あの、それは野球部の、野球部のやっぱそういうなんか厳しさっていうのがあったの、あったんですよね、理不尽な、理不尽なので、まあもうやめようと思って、お心に、まあ、学校が電話して、母ちゃんの学校やめていいかなって、だから頼んで行ってもらってねって、いつでもやめろって言って、ペーって切られて、ガチャンって切られて、僕は学校行かなかったんですよね、野球のとこじゃなくて、1ヶ月ぐらい行かなくて、もうやめたと思って、でまあみんなでその、いや決めて、俺はあいつやると、俺はあいつやる、お前あれやれってこう決めて、みんなでね、大げんかしてやめてやるってなってたんですけど、部長さんがすごくいい人で、その構想にはならずに済んだんですけど、で僕が学校行かない時も、その部長さんがちょこちょこ家に電話くれて、で最初は高校行ってないやつも仲間にいっぱいいるんで、遊んでくれるんですけど、働いてるわけですよ。あ、なるほどね。あ、だから、はいはいはい、遊んでくれるやつが少なくなってきて、もう2週間も一緒ずに、なんか一人でうちにいてテレビ見るようになったって、大したものも今みたいにバラエティないですもんね、昼間に。だからやることもなくなってた頃に、また先生が電話あって、まあ、学校でディスクセレッパー行かっぺよなんて、一回飯でも食うかなんて、まあ、今じゃ考えられないけど、高校1年の僕を先生が誘ってスナック行きましたからね飯食ってだるま飲んで、まあ、そうやって先生が、まあ、で帰ってこうなんて、で返してもらってからですかね、高校でもう一回、それで僕今度野球部に復帰、そうです、そうです、でしかもその悪い習慣はなくしてくれと、先輩が後輩いじめるだの、でその後もう1年が入ってきたんで、1年俺らに任せてくださいって、でやったやったやった仕事終わったやつ、練習終わったやつから帰るっていうんでして、僕が3年になってキャプテンになった時も、そのもうやめないですよね、いじめられないんだから、下もどんどん、僕らの時上が13人で俺が11人だった、まあ、逆なんですよ、11か13しかいなくなっちゃうんですよ、何十年前っていうか、でいじめないからやめなくてどんどん増えてで、だから僕らが3年だった時に、あの2年がと1年が誰もいないから、みんな今日早いなと思って、誰もいないってなかなかだよななんて言ったら、いやその合宿所ができたばっかりだったんですよ、施設ができて学校内に、だそこでなんか2年が1年のことになんか集合かけてるような、だねって、俺が1回もやったことないなんて、呼び出せって家で呼んで、キャプテンでやったとぶっ飛ばしたよって、監督らの前で、僕監督の前でやるんで、見るんだろうね、やったれって部長もこいつらの時懲らしめろみたいなって言ってぐらい、まあやめたんですよ、いじめを、とかそれが、まあ高校時代の自分のその一番でしたかね、そのいじめをやめる、いじめられたことでやめ、今度自分もやめた。じゃあだからその後さ、結構厳しいのはあったけど、自分たちがこう仕切れる、仕切れるって変な言い方だけど、上級生になった時っていうのは、まあ練習がきつくなったとか、きつかったとか、そういうのはないんだ。きつ、その高校の監督は理論的な方で、だからそのきつい練習って一回もなくて、あんまりにも、まあ、僕も怒らないんで緩んでたら、うん、一回だけ怒られて、雪踏みやれって、雪の日に何時間も雪踏みのランニングをしたってしかないんですよ、怒られ、怒らない監督だったんで、だから練習も楽でしたね。で水戸商、県立校って
その時の水戸商はテスト前の1週間部活やっちゃいけないんですよ。やっちゃいけないって、はあ、いや県立とかってさ結構そういうのもない、あるありますよ ねだからそんな感じだよね、はあ、でもう3時からやってナイター照明のうちの袋の、はあ、亡くなったんですけどお兄さんがつけちょこっとちょこっとつけてくれたから終わってから打てたんですけど、うん、あんまり練習きついのはなかったですね。うん、はあ、ポジションはもうずっとキャッチャーですリトルリーグの時は、まあ、ショートやってピッチャーやって 1試合ずつじゃないですか。ああそうだ、ね、ピッチャー投げたらショートやったりとかで体もどんどん太っていって、うん、でそのうちキャッチャーやりだして、キャッチャーっつってもその結局ランナーも走れないじゃないですか。リトルは離塁してないからあれだもんね、ホームベースを通過したらスタート、ね、スタートしていってあれ意味わかんないよね。取ったんだ、わかんないですよね。だからもうそのバッティングなんかバッティングに集中しろって監督に言われてファーストになったんです。その時はなんかリトルの最終盤はずっとファースト。ファースト。ああ、それで中学高校でキャッチャー。キャッチャー。ああ、じゃあもうそれがそれからがずっとキャッチャー。そうですね。でプロ入ったらサードをやらされてみたいな。高校の時のあれは打つ方どうだったの？打つ方はすごかったです。それはそうだよな。ああ、でリトルの時も、ね、その大人の球、シャレ違いの球打ってたじゃないですか。ああだから。お袋が全試合見に来てくれてたんですよ。でも母子家庭だからもう母ちゃん命なわけですよ。で母ちゃんが1試合来ない時があってその1試合の時ねファール打って待ってましたもん母ちゃんくんカットあ来た来たっつってホームラン打ったの覚えてる。何本打ったか覚えてないですホームラン。リトルの時はで高校の時は僕らの前の当時藤尾さんって今日はいはいはいいたね藤尾さんがちょうど日本記録と言われる、まあ、非公式じゃないですかゲーム数も違うけど日本記録保持者と言われて49本だったんですけど僕が高校の時3年の時に52本打って藤尾さん抜いたんです。それは総実のグラウンドなんですよ。へー。その50本目のホームラン打ったのが二松学舎かなんかでやったんですよね。変則ダブルで総実のグラウンドで武蔵関のグラウンドであのだから土手の、まあ、土みたいな、ね、ああ外野に物質とトイレからそうで総実行った時に僕らは普通なんですけど「木島どこだ?」って言ったら「木島ってどこですか?」みたいな。お前ら何年だなんて1年です1年っぽいこの木島はどこにあるんだ木島ってトイレだっつって今トイレも通じなくなっちゃって向こう焦って木島ってんですよ僕らの野球部は木島木地がうんこするの木地物っつうんですね鳥の木地を打つ格好がうんこって言ってるやつはい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 それ通じないわでそういうの入ってないけど髪がなくお木地髪持ってこ今だって話してても何の話してるか分かんなかったそうですよね東京の子には、うん、でまあ